頑張りすぎずにおしゃれ見えファッション発信しております京子です。オーガン写真のケアセコーデを発信しております宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ61キロ、2人の体型の違いを生かしてお洋服の着くだべをご紹介をさせていただいております。本日は私の15に行ってみたいと思います。イエーイ。あのね、かわいい、かわいいね、すっごいかわいい、うん、楽しんでください。それではスタート。Tシャツ01オフホワイトメンズの L サイズです。可愛くないですか？めっちゃ可愛い。じゃじゃーん、メンズそんなのあるんだ。あったの。めっちゃいい。めっちゃいいよね。めっちゃいい。長袖なんだけど結構薄手の普通のシャツなんで、うん、タンクトップの上とかに羽織る感じでまずは使い始めて、うんうん、でちょっと寒くなってきたらシャツとしてね、うん、普通に使ってもいいかなと思うんですけど、高いブランドさんから出てそうななんかデザイン。わかる、うん、普通に着るとこのぐらいの感じで、うん、上もちょっと締めてみますね、うん、こんな感じでなんかちょっとパーカーっぽい感じ、うん、上まで締まる感じじゃないの。そうだね。そうで、ここに紐がついててちょっとこう絞れるっていう、うんうん、ここに、まあ、フードがねついていて、うん、かなりポイントになってる、うん、普通のシャツじゃないなという感じになっております。上までこうやって締めてきてもいいんだけども、うん、私は1個ぐらい開けちゃって、うん、こんな感じで深め V ネックみたいな感じにして、で袖まくってこんな感じで着るのが可愛いんじゃないかなって思って。可愛いよ。なんかここにさ紐垂れてるじゃん、うん、これもなんかすごいポイントになって可愛いの、うん、去年の春にレディースから同じ名前のフーディーシャツっていうのが出てて、私それを買ったんですね、うんうん、なんだけどそれよりもすごい高級感があるの。なんか違うよね。全然違うの。ポケットがまずない。あ、なかった。なんかさ素材感も違くない？違う。なんかねもうちょっとテロテロしてて、そうなの、そうなの、シャツ感があんまなくて、うん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 、袖のこのデザインとかもなかった気がするのね。うん、本当に全くない、うん、何も。そうだね。なんか私レディースのフーディーシャツを見た時は買わないなって思ったの、うん、安っぽく感がね。そう、申し訳ないんだがなんだけど今回のこのフーディーシャツは、うん、パリッとしてるんですよ。だからあくまでもなんか普通のシャツに本当にフードがくっついたみたいな感じになってて、うん、シンプルにかっこいい、うん、高級感あるよね。あるよね。あるある。 L 買ったんですけど、もう一個とか大きくしても全然いけそう、うん、え、買おうかな。え、これかわいいよね。かわいい。これからの季節にぴったりじゃん。それなね。これコットン 35%、 ポリエステル 65%。 あ、だからだ。扱いやすそうな素材な感じがする、ね、するよね、うん、でもそのパリッと感は失われてないから、うん、こういうなんかねちょっと張りのある感じがするシャツですね。かわいい。いいよね。なんかフードもちょっとギャザーがパーンって入ってて、うん、多分これ絞るとさ、あ、そういうこと。いや、めっちゃかわいいよ。めっちゃかわいいよね、うん、大ヒットじゃない。大ヒット商品。大ヒット商品です。はい、では続いてこちらも結構おすすめのパンツです。2ピーススカートパンツ07グレーでレディースの L サイズです。すっごい綺麗なパンツなんです、うん、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよね、うん、今ねちょっとヒールに履き替えました、うんうん、さっきペタンコ履いてたんですけど、あのペタンコだとちょっと長めになるように買ってきたんですね。おー、これ L サイズなんですけど、うん、M 履くとペタンコでかなりぴったり。あの JU さんの展示会で履かせてもらった時は M サイズ履いてて、うん、ペタンコでぴったりでした、うん、私はちょっとソールが厚めのスニーカーとかにも合わせたいなって思ったので、うん、今回は L サイズ1個サイズ上げて丈をちょっと出す感じに履いてみたんですけど、うん、足長く見える。見えるね。美脚パンツだと思います。いや、すごいすごい。なんですが、はい、注意ポイントもございます。はい、注意ポイントはですね、お腹です。シンプルすぎるでってやつ。うーん、何にもカバーする気がない。全てがあらわになるパンツなの。うーん、お尻もです。ここ見せられない系のパンツなの。だからまあこうやってやっちゃえば全然ね問題ないから、うん、フレアシルエットの綺麗なパンツになるんですけど、うん、まあ、ネックとしてはこのここら辺だね、うんうん、でじゃあなんでこんなにシンプルにしちゃったのよっていうのには、まあ、これも理由があるんだよね、うん、ドゥドゥーン、スカート、スカートを一緒に履けと、そういうパンツです。うん、だから極力シンプルに作ったんだと思う。ほぼ乾燥しないように、うんうん、でこうやって履くと綺麗よっていう。ここはこれで隠してねっていう。まあ、
大人にはちょっと厳しいのかなという声も聞こえてきそうですね。うん、私も正直、まあ、いらないね、うん、これなしでもうちょっと値段下げればいいのになって結構本気で思ってる、うん、高いんだよこれ。まあでもそんな別に3級だからユニクロ3級じゃユニクロと一緒じゃん。まあね、いつもより1000円高くないみたいな。そう、このスカートのせいじゃない、うん、って思うと思うんですけど、まあね、気持ちはわかります、うん、でも個人的にはこのパンツだけでも出す価値あり、うん、だってめっちゃ綺麗だもん。でしかもなんか素材感がねめちゃくちゃ上品なんですよ。なんかお仕事で使える感じ。そう、ちょっとスーツ感もあるような感じの素材なんですけど、うん、これを普通にカジュアルで履いてもめっちゃ可愛いの、うん、今ちょっとヒールで履いてたんでスニーカーにしてみます。もういいね。めちゃくちゃ良くない？めっちゃいい。もうだからめちゃくちゃいいのよパンツだけで本当にさ買っていいと思う、うん、3900円の価値ありだよ。なんかちょっと細身でちょっと綺麗めなパンツ求めてる方はマジでいいと思う、うん、で上はさカジュアルでいいんだよ本当に、うんうんうん、上も綺麗めな感じにすると本当お仕事になると。なんかタックワイドパンツとかよりも女性らしいっていうか。いや全然違う ね。タックワイドはかなりズボって太い感じで、あれはあれでおしゃれなんだけど、うん、もうちょっと足のラインがなんとなくうっすら出したいっていう肩にぴったり、うん、でも全然張り付いてないから、うんうん、だからタックワイドパンツが3級ってことを考えたら、うん、同じ値段のラインで違う種類のスラックス買えるよみたいな。しかも私の嫌な GU 感のある素材でもないの。うん、確かに。スカートも履けよって感じだと思うんでスカートいきますこのスカートはね、特殊で、うん、こうなってます。巻くやつだね。はい、巻きスカート。はいはい。ここにボタンがついてますね、うんうん、このボタンにこいつを止めます、うん、止めてここに金具があるんで紐を通して、うん、はい、完成。あ、いらっしゃいませ。あ、いそうなんかそうやって考えるとそれちょっと着たくなるんだよね。違和感なくない？そう考えると、うん、え、なんか休憩中かなみたいなだからなんかとんでもない突拍子のないものって思わずに、うん、これはカフェの店員さんのエプロン、うんうん、みたいな感じで見るとすごい目が馴染んでくる。え、確かにね、それ言われるとすごいしっくりくるんだよなんかなんだこの人、何この格好とか思わないの。なんかでしょ、うん、なんか日常生活に馴染みやすい、うん、でこれ入れなくても入れてもいいと思う。あ、私発見したんだけど、うん、入れないとなんか長いトップスの延長なの。こういうおしゃれな緩いトップスですよみたいな雰囲気になるの。なんかバイカラーのシャツみたいな。そう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 って考えると、あ、これもこれでおしゃれかも。うん、ちょっと貼っとくんですけど、普通のロンティーとかと合わせても可愛かった。あ、なんかただのロンティーにこのパンツ1本だと結構シンプルじゃん。確かに確かに。いや、ちょっとなんか散歩すぎないみたいな感じになりがちなところを、このスカートを挟むことによりかなりおしゃれ感が出て、ちょっと素敵かもみたいな感じに見えるんですよ、うんうん、だからスカート意外とありかも、うん、とは思ってる私もね、結構ありかもとは思ってる。あ、そうだよね、うん、若い子とかはさ、これ1枚で履けたりもするじゃん、きっと、うん、それは無理、本当に。私も無理これちなみにさ、あの巻きスカートだから見えちゃうんじゃないかって思うかもしれないんだけど、うん、ここにね、この私は今つけなかったけど止められるんです、うん、だから巻きスカートにしても普通のスカートレベルにこうパンツが見えないようにね、うんうんうん、できるっていう、うんうん、まあ、くれてもここが絶対に出てこないっていう感じで使えるので、まあそんなに悪者ではないです。うん、かわいい。はい、はい、みやこ来ました。シャツね、かわいいです、やっぱ、うん、かわいい。でやっぱ別物だわ。そうだね、私が買ったフージーシャツと、うん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 、なんかあれは本当部屋着って感じだったそうだね、部屋着で、まあ、別に外出れなくもないよみたいな、うんうん、これはもう完全に外着、おしゃれ着だよね。おしゃれ着シャツで、本当にここだけがちょっと違うみたいな感じ、うん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 、フードついてるのが違うだけ、うん、おしゃれです。かわいいよ。かわいいです。ちょっとシャツ苦手な人でもさ、これはだいぶいいんじゃない。本当、なんかこの襟のカクカク感とかがカッチリしてるのが苦手って人とか超いいかもね。でパンツどう。え、綺麗なんだけど。これね、 L サイズで、私ペタンコでちょうどですね、うん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 、丈的に。
でもうこれも見せてしまうとこんな感じです。どう？え、綺麗だよ。まあさすがにちょっとここは見せたくないなっていう感じではあるんだけど、これを隠しちゃって足の半分より下、すごい綺麗だと思うね。フレアパンツだね。そうこういう綺麗めなパンツ探してる人にはめちゃめちゃいいかも。そうなんだよ。なんか普段カジュアルな人でもこういう切れ目のパンツってめっちゃ使えるから、個人的には相当いいと思う。私ジャストで履いてるからかもしれないけど、やっぱ伸縮性は感じないの、あー確かに。だからなんかすごい勢いでしゃがんだりとかしたら破れそうみたいな素材ではあるかもしれない。じゃあそれはサイズかもな、ね、私は正直めっちゃ動きやすいもん。じゃあ XL とかにしたらその心配はなくなるのかもしれないけど、スカートを履いてみようかな。カフェで働くの憧れだったな。なんで？え、かわいいじゃん、カフェの店員って。私スタバの店員さんにめっちゃ憧れてて、でも友達でスタバで働いてる子がいたのね、すっごい大変そうだったの。あ、そうなんだ。やっぱメニュー覚えたりとか、確かにするのがなんかすごいちょっと厳しそうで、でスタバで働いてる人ってみんななんかすごい人、いい人っていうか、私すごい自分の性格的に浮いちゃいそうで、ちょっと陰気ありますみたいな。そうちょっと気遅れしちゃって、なるほどね、応募しなかったんだけど、はい、こうやってさ止めるときどうするの？この止め方が分からない人いるんだ。こうなってますね。だからこのこっち側のやつに入れます。あ、こういうこと？はい、あ、こういうことか。うん、なんか言われてみればそうだよなって感じだね。うん、そうでしょ。カフェの店員さん爆誕。カフェの店員でーす。いるーいるよね、なんか椿屋コーヒーとかにいそう。私さ、こういうバイトしたかったんだわ。そうなんだ。可愛くない？制服が着たかったってことですか？可愛いってことは。そうだね。だから私さ、一緒にバイトした和食レストランねとか、あのイタリアンとか、なんかちょっとダサかったのよ。だからカフェのこういうシャツにちょっとスタイリッシュなエプロンして、みたいなバイトしたことないのよ。すごい憧れてた。あのコスプレではないんだよね、それ。言っとくけど。でもなんかすごいいい気分今。いい気分。ちょっとやってみなかった自分に出会えたみたいな。そうじゃあ皆さん試着室で楽しみましょう。こういう自分もいるみたいな。そうだね。あとなんか家とかでちょっと着たいかも。はぁ、だったらさ短いエプロン買いなよ。腰に巻きつけるタイプあるやろ。それな。なんか思ったより全然良くない？いい、めっちゃいい、めっちゃいいと思う。出してみて。あ、これ？良くない？なんかさ、違和感なくない？違和感ないね。そうなんだよ。これと同じ色だからか。そう。セットであることにやっぱ意味があるね。ある。色が一緒なことで違和感がない。だからなんかただのパンツとシャツのワンツーコーデになんか一癖入ってるって感じが、そうおしゃれなんだよね。そうだね。なんか想像より全然抵抗ないわ。でしょ？だからやっぱこれは履いてみてほしいって感じだね。そうだね。見てるだけだとちょっとうってなっちゃうから。一回履いてみて。だから1000円で新しい自分にチャレンジみたいな感じよな。はい、それではこちら。コーデュロイバレルレッグパンツ、丈標準64ブルーでレディースの M サイズです。はい、買いました。これ私も買った。あ、そうなの？うん、ちょっとこのスモーキーなブルーがいいなって思って、とりあえずこれ買ってきたんだけど、よかったな。可愛いよね。可愛い。なんかさ、デニムの延長みたいな感じで使える感じなのよ。なんかウォッシュドデニムみたいな感じ、ちょい薄めのね、感じのデニムとして使えそうだなみたいな、まあ、コーデュロイのパンツなんですけれども、コーデュロイのタック入りのパンツ、あの展示会でさ着た時にすっごい良かったんで。良、かったよね。デニムとはまた違うよね、ちょっと雰囲気が。形はすごい似てるんですけど、あれタックが入ってないのでデニムの方は、なのでここら辺 の、 そのウエスト周りの感じもちょっと雰囲気が違ってきて、すごく可愛いです。可愛いよな。タル型ですね、こんな感じで。でこれはね、結構バレルレッグがうまく履けないっていうお悩みが来てたんですよ。なんでバレルレッグ着こなしのコツを動画で今まとめてるので、ちょっとお待ちください。お待ちください。はい、これは可愛いんで買った方がいいです。
ね、かわいいね。めっちゃ使える。わかる。で、じゃじゃん。ソフトナイロンドローストリングバックパック02ライトグレーでユニセックスのワンサイズです。展示会で見て絶対買うって思ってたんだよね。そうだった、忘れてた。これさ、すっごいいいかも。うん、シャカシャカ感のあるリュックなんですね。柔らかいよね。え、めっちゃ柔らかい。なんだけどこれね、この中のここが硬いの分かる、これ。ここ後ろ見てください。なんかめっちゃまったりだと思うね、この後ろ。くしゃってなるじゃん、何もなかった、うん、確かに。なんか入ってんの、これ。すごいしっかり後ろはしてるんだけど、こっちはしっかりしてないっていう。なるほどなるほど。この感じがすごい使いやすいというね。ちょいやすさもあるんだけど、うん、そこはもちろんマチがね、ちゃんとついてって、こんな感じに、マチがあるんですけど、ここの後ろの背中部分もしっかりしていることで、書類とかパソコンとかが入りやすい、なるほどね、で安定しやすい、でくちゃくちゃにならなかったりとか、っていう意味ですっごい使いやすいわけですよ。ちょっとパソコン入れてみますわ。私のクソでかい16インチの MacBook、入らないものばっかりです。入るんだよね。余裕じゃん。余裕なんだよね。だからここにパソコンが入って、こうなんか自立するわけじゃないんだけどなんかフィットしてくれて、とても使いやすいんです。よくない？かわいい。かわいいよね。結局やっぱそのライトグレーにしたんだね。このライトグレーにした。なんか黒か迷うみたいなの言ってたじゃん。そうだね。ただこのライトグレーさ、アイボリーではないのよ。かなりグレーだから、ね、分かる分かる、それがまたすごい良くてさ。今までにない、ユニクロとかにもない色も、そうだね。なんか黄色っぽいというよりは、青っぽい、ほんとグレーって感じの色味だなって思ってて、こういうちょっとさ、くすんだアイテムとの合わせとかもめちゃくちゃ可愛いなって思って、ちなみにポケットはこことここにファスナー付きのがあって、ここはこんな感じで絞るタイプのやつが付いてます。鍵とかはこういうチャック付きのところに入れて、ペットボトルとかこういうところに入れといて、みたいな感じでいいかも。フェスこれで行こうかな。ね、いいな。最近の GU のヒットバッグ。はい、みやこバレル来ました。はい。M じゃやっぱ短いね。そうだね。形はすごいよくわかると思うんだけど。よくわかる。これ M だと思うんだけど、私買ったのは XL なんですよ。やっぱ L で丈はちょうどいい。けどウエストはきついみたいな感じだった。だから M はちょっと厳しいです。ここも分かりづらいかもしれないけど、そう、これね、分かりづらいんだよ。違う、お腹パンパンなんだけど、私の体感では結構パンパンなのこれ、なんだけどデザインが分かりづらいデザインになってる。パンパン感ないよ、全然ないでしょ。でもすっごいきついの。あ、そうなんだ。そう、だからすごい優秀なデザインだなって思う。確かにさ、そのパンツの上に乗ってる肉感、これ見ると確かにちょっと乗ってるかなって思うんだけど、パンツだけ見てると、ここだけ見てると、ね、全然余裕っぽいでしょ、だから見た目的には多分 L でちょうど良かったんだけど、自分がちょっとしんどかった、だから XL 買ったっていうだけで、なんかだから見た目すごい優秀だったんだ、ね、このパンツ。やっぱコーデュロイだからさ、まず素材がちょっとさ、特徴あって、そうそうそう、見えにくい上にタックが入ってるから、かなりカモフラージュしてくれるよね、体型のボコボコ。本当にすごい優秀なパンツだと思うから、なんかみんなハマりそう、そうだね、気がします。はい、でバッグも持ってくれました。めっちゃ軽い。まあ軽いねもう右と左で重さ変わんないもん。あ、持ってないっていうことですね。そう、目をつぶってこうやったらどっちにかかってるか分かんないっていうくらいいいね、軽くてね、持ちやすい。私もこれフェスに持ってきたい。いいよね。割と大容量なくせにさ、前部分がくしゃっとしててるから、なんかちっちゃく見えるっていうか。確かに。これ持ち運びもめっちゃね、折りたたむこんな感じになっちゃうから、ちょっとリュックの概念が、ね、変わるレベル。すごいいいよこれ。買おうかな明日使いたいんだよ。だからもう借りるしかない、京子に。いやいや、え私の自由購入品いかがだったでしょうか。かわいすぎました。かわいかったね。ちょっと今回も、秋物にちょっとね、手を出し始めてる感がありましたが、これからもっと可愛いのがどんどん出てくると思いますので、楽しみにしていきたいと思います。この動画がいいなと思ってくださった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。